アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。陣、まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。信長殿ら本体が到着するには時間がかかる。これまで家康殿と諸葛丹殿を守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。お、直虎、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに、時が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろ正面から来る勇気もない。腕輪の力、侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだな。今はこらえよう。人間子供、一度お下がりください。芝生殿は敵の誘引をお願いします。わかった師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。あの、敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。そうだな、普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣一角まで切り込まないとですね。いい画角、突破口は足で開くべし。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。いちいち言われずとも分かる。小十郎にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。上等芝生殿、抜け道へ急いでください。響け馬長殿は敵の背後へ回り攻撃を。はいはいっと。なんか生き生きしてるな、諸葛丹のやつら。背中がガラ空きだぞ。馬毛騎の槍、受けてみよう。身内と今こそ攻め立ててやろう。なかなか。はいよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。この調子で頼みますぞ。承知しました。ありがたきのお言葉、必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。おや、
ここまで乗り組んでくるとは。私の美しさが敵を引きつけてしまったようですね。こいつ。いや、あの、でもただものではない感じ。もしかしてこの人が。ああ、彼が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。いな、行きます。みんなよく耐えてくれている。このまま激闘が続け、必ず耐え忍べよう。わしは皆を信じている。そして何よりお主の采配をな。私のこと君、そのような期待を奏でよう。わかりました。この諸葛公爵にお任せを。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。ただこれで時間は稼げたはずだ。仮に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官は倒した。これで敵の足並みは乱れるだろう。家康殿、大変です。本能寺正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河武士の粘り腰、見する時ぞ。ペルセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんが、でもわかりました。ペルセウス君は優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思うが。比類なく采配見させていただいた。私が負けただと。お前は最高だ。心震える感動とはこのことなのだな。私にはかなわぬ相手か。いや、諸葛一族として弱音は吐くまい。私をよく救ってくれた。上等。
奏でる。そうしました。敵将聖絶本能寺を守り抜いた大尉、預かりし要所敵に渡すことなどできませぬゆえせっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。様が近づいています。おねね様、これを行かせてください。どうぞ、けだけすんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろ。みんな、狙うは信長様じゃ。猿が来たし、信長が可愛がってやる。あら、他にも懐かしい顔があるわね。行きます。からかってあげるわ。上等敵将聖絶に打ち取った。長、会いたかったわ。今度こそ私のものにこんな時に私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃる。ねね、あいつらを頼んだで。いざ行きます。アテナが出てくるとは面倒だな。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。みんな、反撃砲が助太刀に参りましたぞ。今のはかなり目立ったよな。孫権殿の命により、この旅使命も参戦する。敵の援軍から手間を増やしてくれる。承知しました。今のわしじゃ信長様にはかなうか。どれだけ愚行を重ねるのだ。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当に良かった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて、俺は寛義公。影は薄いが、覚えててくれな。漁師使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしは高幸福。どんな世界であろうと、殿のために戦い抜くまでよ。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。
ペルセウスよ、ウヌに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で、神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。故にゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。